こいつ邪魔する気か。落ち着いてロー、来るよ。人の手作りに刺してんじゃねえって。何言ってるの。集中しないと危ないよ。わかってるよ、さっさとぶっ倒す。あの星を致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。飛ぶ相手は任せて。マグナレイ、外さないわ。素晴らしい奏でだ。アクアルイナ、生きるとあがくがいい。ドレスベント、いっただろ、邪魔させねえ。アクアルイナ、あんたそのまま進めと。もらった。巻き込むは乱れなく鉄格の怒り。なんだ、火がついた。気をつけて、さっきまでとは違うよ。貴様の滞在アクアルイナ、俺の仲間。これは俺が。しかし全てで受け止めてやろう。見事な演技、俺の進化じゃ。絡めとる。
動きが違うな。気をつけろ。尋常ではない力だ。どうだけやねん。危ない。あがくがいい。死の力だって呼び戻す。まだよ。もらった。マグナレイ。やれるぜ。Yeah.
動きを止める。息の根止める。何だったんだ今の。光を操るズーグルだったよな、リメル。ひょっとして今のが幻の花の正体？うん、そんなはずないよ。なんでそう言えるんだ？だってなん、なんだあれは。敵の攻撃か？精霊術なのか？とんでもないデカさだぞ。待って待って、みんな大丈夫だから。多分、間違いない。あれがネビーラの幻の花。前に見つけた古い本に書いてあったんだ。夜空に浮かぶ不思議な光のこと。別に危険なことは何もなくて、昔初めて目撃されたのがこの辺りだったんだって。それでついた名前がネビーラの幻の花か。本当に敵の精霊術じゃないんだな。うん、強いて言うなら珍しい天気みたいなものだと思う。シスロディアはずっと暗闇に覆われていた。それがなくなってまた見られるようになった。多分ね。いいもの見られたでしょ。けどこんな大きいなら町の中からでも見られたんじゃないか。それはそうだけど。まあいいじゃねえか、細かいことはさ。こうしてすごいもん見れたんだし。それにさっきのズーグルがなんか邪魔してたかもしれないだろ。それはまあそうだが。ほら、せっかくこんな綺麗な夜空なんだし、シオンと一緒に見てこいよ。ああ、分かった。そうする。なんかいろいろあったけど、夢が一つ叶っちゃった。ローのおかげだね。別に大したことしてねえよ。うん。でもありがとう。嬉しかったよ。あのさ、俺。もっとよく見えそう。私行ってくるね。ちょっとリンウェルさん。お宝、なんと甘美な響きか。そうですか。うん、精度が上がったわ。